よい子のみんな、こんにちは。半年ぶりのこのテンション、宇宙一面白い妻を持つ男、夏目さんちのゲンです。大体皆さん何の動画かお察しの方も多いとは思いますが、しばらく茶番にお付き合いください。というわけで皆さん、 YouTuber ってもはや冒頭に変なこと言わないといけない縛りでもあるのかってぐらい挨拶にね、癖の強い人多いですよね。その中でもうちの妻のさやって、夫のひいき目抜きにしてもやっぱり YouTuber の中で一番挨拶が個性的で面白いと思うんですよね。しかもいつも見ていただいてる皆さんならお分かりの通り、あの挨拶毎回脊髄反射の即興挨拶なんですよ。ちょっとね、試してみましょう。さやさや、なに、なんだよ。どういう出方なんそれ。なに、はい、ということでさやさん、はい、今すぐ即興で挨拶して。またですか、またですか。これ高くつきますよ。高くつくんですか。はい、ね、うん、はい、なめろうウェディング推奨のさやです。味噌味がコツです。さあ、それではやっていきましょう。今回の動画は依然 YouTube で一番面白い妻の即興挨拶総集編。ふぅー、かまぼこを食え。さやはかまぼこ好きじゃない。なんなんだよ。どうも皆さん、こんばんは。夏目さんちのゲンです。他人のかさぶたを狙い撃つ女、さやです。え、何そのかさぶたスナイパー、古速すぎんだよ。ということで今回ですね、こちら、はい、なんて書いてあるでしょうか。せーの、敷き詰められたクリスマス、みっちみっち。こちらです。はい、フォールアウトシェルターオンライン、イエーイ。つまりこれは案件でございます。ありがとうございます。どうも皆さん、こんばんは。夏目さんちの件です。コロンビア産かんぴょうのさやです。作ってるのかな、コロンビアでも。そんなこと疑問にいなかった。では現地に行ってみましょう。何の動画だよ今回。現地のゲンさん。ゲンさんいるんだ。ということで今回ですね、こちらです、はい、ででん、海外の都市伝説。どうも皆さん、こんばんは。夏目さんちのゲンです。ナメコアトランティス創始者のさやです。なんで、待って、ナメコアトランティスってどこなの。ナメコアトランティス、それはまだ恐竜が元気だった頃の時代に存在したと言われる幻の都市。しかしそれは MD と共に消えていったと言われます。まず最後にいきなりツッコミどころ残すなよ。平成じゃねえか消えてったの。懐かしいな、MD。 中学の思い出じゃねえか。ということで今回ですね、こちらでございます、はい、なんて書いてあるでしょうか。せーの、ハロウィン管理職のカニです。え、舞い降りるハロウィン、大地に降り注ぐ恵みをもたらすと言われるハロウィンを管理されてるカニの方です。知らんがな。敬意を払ってください。うるせえよ。ということで今回ですね、こちらでございます、ビランズということでですね、はい、夏目さんちを見ている方だったらお察しの通り、というかもうタイトルの通りでございます。そうです。今回やっていくのはハム太郎のビランズを作ってみようのコーナーです。なっとり成功だぜ。うるせえよ。大好きなのはひまわりの種どころじゃなくなるぞ。どうも皆さん、こんばんは。夏目さんちのゲンです。あなたの抱きカマンベール、さやです。どちらかというと、はい、焼いた方がいいタイプかもしれない。とろけるからね。うん、さやがだよ。さやがや混乱してやがる。俺の手のひらの上で踊ってやがるぜ。ムカつくなこいつ。ということで今回ですね、こちらでございます。はい、痛いです。すみません、怒ります。なんて書いてあるでしょうか、はい、せーの、おせべはメランゲのみ。おせべっつったでしょ。ないし、せーべ間違ってないし。誰こいつ。この戦いに駆けつけてきた奈良県。駆けつけんな奈良県。ということで今回ですね、こちらでございます。ででん、リレーマンガー。リレーマンガー。どうも皆さん、こんばんは。夏目さんちのゲンです。飛び込み前転でオゾン層を突き抜けることが板についてきたさやです。すごー。あえて
ってくんないっしょ。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、エジプティックジャンケンアワード2020。ジャンケンアワードっていうのは選ばれし、うん、エジプティックジャンケンのものとして、エジプティックジャンケンって何知ってるみたいな言い方しないでくんない。え、知らないんですか。知らないですよ。ということで今回ですね、こちらでございます。はい、ドドン、ミリシラ。ミリシラ、ほう、なんかミリシラ最近多くないって思うじゃないですか。はい、ね、皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。東海道中膝くりげステップで舞い踊るさやです。ズンズンチャッチャ、ズンズンチャッチャ。割と普通のリズムなんだ、東海道中膝くりげステップって。そう。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、逆スルメゲリラ。なんてゲリラ豪雨が帰ってってるんだ。そうそう、逆だからこう、うん、ザーっていくのがゲリラ豪雨です。逆だからこう戻っていくわけです。ゲリラスルメが戻ってってんだ。そう、ゲリラスルメが戻っていった先の雲はこそばゆいって思って。うるせえんだよということで今回ですね、こちらでございます。ヒュードロ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 、怪しげ団階段な。はい、どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。上下右右 AB でスアマを投げてくるさやです。何投げてくるって？スアマ。久々に聞いたの、スアマって。おばあちゃんちぐらいでしか聞かない単語じゃないか。むっちむちやで。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、かぶりつけ、トアの都。でっかいアポロ。え？はあ、怒るなよ。何に怒ってんだこいつ。ということで今回ですね、こちらでございます。ドドン、ポケモンうろ覚え。終わらすなよ。しかも歌もうろ覚えじゃねえ。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。開くドアより先に進む女、さやです。あっ、ダーンってなるやつ。自動ドアガン引っかかるタイプの。自動ドアじゃねえって言ってんだろ。何、自分で開いたドアより先に進んじゃうんだよ。どういうことだよ、世界置いてくんだよ。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。はい、せーの、これは何も見ないで書いたハシビロコ。なんでだよ。モグラモグモグモンダミみたいな。はい、今回ですね、こちらです、はい、ミリシラ、ミリシラ。こちらですね、はい、あの生放送の収録データになります。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。全容量 25g 小粒タイプのさやです。何の小粒なの。鼻から芽が出るタイプの小粒です。何の芽が出る。さやです。気持ち悪い、エイリアンよ、立ち悪いな。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、顎出るぞ。誰が言ってんのこれ。イルカ。イルカなんだお前。泳ぐな中トロ。誰だこいつ。象魚。ということで今回ですね、こちらでございます。ガチャー。ガチャー。ということでガチャって単語2回目なんですけれども、どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。サボテンだしと親和性の高いさやです。ご自宅で煮出してほしい。サボテンとさやを。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、味噌汁生まれの味噌バターラーメン、ほかほかまれでござるす EX。 待って待って、繋がってんのやめて。やはり常に挑戦にはしていかないといけないなという気持ちを込めてね。いらねえだろこの挑戦。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。カチッカチッ。うちもね、オープニングでパロラせていただいている、はい、スイッチ。はい、皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。首都パイナップル忍者のさやです。首都パイナップル忍者。そう。何する人なの。飛び散る果汁をね、はい、物ともせずに行きますよ。私は実写でも言うんだねこれね。当たり前だろ。はい、ということで今回ですね、またこちらの実写ということで、皆さん今実写、はい、皆さんオープニング見ていただけたらもう分かったと思うんですけど、今日は企画ですよ。ね、ね、相性草と草こうやってやるやつでしょ。カチッ。将棋でございます。将棋でございます。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。カルメ焼きのレベリングは一通り終えたさやです。
カルメ焼きの捨て振りまで負けた。まだ終わった。レベリング終わった。レベリング終わったけど、捨て振りはまだ。素早さが足りない。不思議だな、なんかその世界。現に初めて不思議だなって言った。こんだけね、今まであんな狂った挨拶いっぱいしといて、これが初めて不思議だった。初めて不思議だった。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、僕は一人しかいないのである。バイゲン。え？あ、ごめん、ゲンヌルリンだった。誰で？はい、ということで今回ですね、こちらでございます。一本線。一本線。はい。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。オクラユーザビリティに優れたさやです。ネバトロネバトロいきなりネバトロパンパンパン、ここ花火いらない CM ソング作んじゃねえ1ミリも商品売れなそうな CM ソング作んないでくださいということで今回ですねこちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、しかしフルハウス。しかしってなんだ、何に対してしかしということで今回ですねこちらでございます。ドゥドゥン、オフフ VS コピック。何かと言いますとですね、はい、今回かなりお絵描きによった企画になるんですけれども、どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。北欧の風に抱かれたレストランさやです。食堂です。知りませんよ。さやの肉が出る、怖っということで今回ですねこちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、あーん、こわつぶやん、主張が激しすぎるだろということで今回ですねこちらでございます。ヒップナシスマイク。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのっけんです。田んぼででんぐり返しはしたことがないさやです。田んぼででんぐり返ししたことがない人って大半だと思うんですよ、うん、はい、でもこれを私がここで声を大にして言うことで、はい、さも私だけやったことがないように演出するといったこの技術が高いですよ。さやさんの何の勝負をしてるんですよ。コンテストですよ。何コンテスト。挨拶コンテストですよ。ついに挨拶コンテストに発展してんのよこの挨拶は。そうだよ、自分のためのステージをオンステージしてるわけだから何言ってか分かんないということで今回ですねこちらでございます、はい、なんて書いてあるでしょうか。せーの、サブリミナルふりかけ再販希望。なんなんだよそれ。潜在的なふりかけを皆さんにっていうキャッチフレーズで、はい、過去販売したじゃないですか。やだ、なんでうちのグッズみたいに言ってんの、やめろよ。サブリミナルすんなよそれをということで今回ですねこちらでございます。アーキネイター。アーキネイターということで皆さんこれね、アーキネイターって知ってます。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。相撲界のフィボナッチ数列と呼ばれたさやです。なんかフィボナッチ数列ってさ、うん、あのウィキペディアで検索したんだけどさ、はい、一つがいのウサギが毎月2ヶ月に1回子ウサギを産むこととする、2番目、うん、このウサギは死なないこととするって書いてあるやばい、今急に宇宙飛ばされたね、うん、ということで今回ですねこちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、確定申告ギミック作んなよ今回 3D3D なの、ね、急に動いたの、びっくりしたよ。遊べる今年のサボテンメリア、うん、200円しか稼げないさすが IQ さんということで今回ですねこちらでございます。 Wi-Fi 違う、いつ出したこれこれを足せなんて誰が言ったどうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。コロンブスの卵品評会見学者のさやです。最近このシリーズ多いなすごい人に見せかけて全然一般人ということで今回ですねこちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、それって歌舞伎。歌舞くない、今日歌舞いてるね。鼻が、鼻が、鼻歌舞いてる。赤いのか。いい感じ、いい感じで。バカにされてるとしか思えないんだけど。ということで今回ですね、うん、こちらでございます。黒歴史。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのっけんです。アルパカを撫でめることに関してはアマチュアのさやです。
で今回ですね、こちらでございます。はい、せーの、ゴールデンクロニクル天気予報。てれれれれれ、東北はつぶらな瞳、かわいい、東京はパエリアとなりますでしょう。臭そうだな。関西ではホチキスの氾濫が見込まれますのでご注意ください。急に関西だけ危険じゃない各ご家庭のホチキスが氾濫するかもしれない。怖すぎんだろ。めちゃめちゃ怖いと思う。ということで今回ですね、こちらでございます。ツイステ。ツイステ、はい、ツイッターランドステージ。どこだそれ。ツイハイたちによる宴どうみなさんこんばんは、夏目さんちのけんです。東京おみこしコレクション未登壇のさやです。まだ乗ってないんだ。まだ乗れてないんだ。そう、はいはいはい、おみこれにはまだ。おみこれはい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。六本木ヒルズにいつか住んでみたい。しかしその夢は儚くも崩れ去り、僕は砂漠の真ん中に一人置いてきぼりになったのであった。何そのイマジナリーポエム。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのっけんです。アジアンビューティーたわしプレゼンターのさやです。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、もっちりもちもち、僕ミトコンドリア。ミトコンドリア、うん、細胞の中に含まれる有機物質からエネルギーを取り出す働きをし、独自の DNA を持つ小器官。ウィキペディア調べちゃった。やらせですよこれは。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。活動物資。なんで2回やるんだよ仕返しするなよということで今回ジブリ。ジブリジブリですよ、皆さん大好きなジブリ。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。鼻から吸って痛いタイプの水です。お前水だったんか。マジ水だったみたい。しかも鼻から吸って痛くないタイプの水って害なさすぎだろということで今回ですね、こちらでございます。なんてか、ちょっと誰だお前。お前待ってて。もみがやそばごろをやめていじめないで。いやこれあの夏目さんちがよく使ってるあのポーズ人形なんですけども。ああもみごろ。ということで今回こちらですね、なんて書いてあるでしょうか。せーの、タラバガニフレーバー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 。ベリコン。終わらすなよ、だからやめろきちんとキッチンにないキッチングッズの皆さんたち、帰れ台所にお前こちらでございます。ヴィランズ。ヴィランズ、皆さんヴィランってご存知でしょうか。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。白玉小豆の生みの親と赤の他人、さやです。関連性はないだろ絶対。バレちゃったか。なんだそのジョジストリップ。ワンチャンいけると思ったんだけど。いけねえよということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、縄文時代の Windows は Excel 上手。次回もお楽しみに。情報量ぐちゃぐちゃかお前これ。テレレ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 、うちが終わるのどうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。パセリとセロリの中を取り持つ係のさやです。喧嘩すんね、わかるよわかる、その気持ちわかるよ。どっちもさやは食べないけど。中立すぎんだろ多分ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。はい、せーの、うーん、くぼみ。どこの。ここのくぼみに入ってるクワバックの話ですタイムスリップすぎない。この周りにあるのは何なの。偶然にもカメラに収めることに成功した、はい、草原を横切るオムライスの群れメスシリンダーがよくできている時期でもあるということですよこれテストで見たわ、正しい目の位置はどこってやつ。あ、そうということでですね、今回こちらでございます。はい、反対語。反対語、別にこれ見せたわけじゃないんだからね。急に不自然なとこ黒くなってるんですけどどうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。コバルトブルーのカサゴ地蔵、さやです。ただの鮮やかなカサゴ地蔵じゃねえかそれはい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、ゼブラ力。何垂れてんだこいつ。ゼブラ力が漏れてて。うん、そう、なんなんこの赤ん坊。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。カフェ。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。おでんの時期に発芽するさやです。
ず今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、ホップステップテンパリング。なんでテンパリングってなんだっけ。あのチョコこうやってさ、あ、そうだ、チョコこうやってやるやつだよ。チョコチョコってな、安心しろって。もう不安でしかねえ。結構今回ツッコミどころが多くね、毎回で、ね、今回じゃねえ、なんか今回はなんかやっちゃったなみたいな感じで毎回やってんの。はい、ということで、はい、今回ですね、こちらでございます。ポケモン、ポケモン、結構ポケモンっていうテーマでねやってるんですけども、はい、どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。メスシリンダーリテラシーが高いさやです。理科の授業が得意なやつってことじゃん。メスシリンダーのどこを持つとよく殴りやすいっていうのをよく分かっている人です、うん、一番殴るのに適さないものだと思う。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、つみれ投げるワン、つみれ投げるワン。めちゃくちゃなんかつみれ投げてくるけどこの犬。焦燥に煽られてね、うん、慌ててつみれを投げている犬だよ。その焦燥感はどこから来てる。わかんない、後ろにいるアリンコだもんがいるから。でけえなアリンコ。ということで今回ですね、こちらでございます、はい、チビキャ。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。チャーハンの2個上の先輩さやです。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。バッチコイオラゴイヤ、うん、食い気味。ここも気に入ってるよ、仲良しの土星の親子。土星何個もあってたまるか。はい、ということで今回ですね、こちらでございます、はい、ででん、呪術回戦、うん、これねすっごい言いづらいと思う。呪術回戦、はい、はい、最近すごい話題のやつですね、はい、どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。すでにゴブリンは卒業したさやです。ゴブリン、はい、ゴブリン卒業したんですか。仰げば尊し、新しい季節の始まりです。次何になるんですか、ゴブリンから。何になろうかな。そう考えるんだ今から、うん、またしてんのに。うん、ちょっともう多分今カメラズームしてると思うんだけど、こちらが今素晴らしいゲストがいらっしゃるんですよ、うん、ということでさやさんが考えてるんですが、本日スペシャルゲストにおいでくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして、グーモル声優の徳井空です。お邪魔します。ありがとうございます。よろしくお願いします。ゴブリンが何ですか。ゴブリンを卒業したらしいんですけど、はい、うん、はい、あ、ただ今僕も初めて聞いたんで、今何を言ってるんだろうと思ってるんですけども、動画の冒頭にわけわからないことを言うね癖があるんですよ。やめてください、はい、冷静に説明するのはやめてください。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。天狗デベロップメント代表取締役のさやです。何開発してるんですか、天狗デベロップメントは。天狗にさらわれる子供を作っております。最悪じゃねえかそこ、怖すぎんだろ。神隠しされるための子供を生み出してんの。そう、とんでもねえ会社だな。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、犬も歩けばプラスチックコンファレンス。静岡の壁画コーナー。なんで静岡に壁があるんだよ。プラスチックコンファレンス、逆に聞くけど何、何なんだよ。理解して書けよ何か。ということで今回ですね、こちらでございます、はい、ドドドン、料亭、料亭とは、はい、どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。令和のククミスサティブスと呼ばれた女さやです。ただの令和生まれのキュウリです。キュウリというのは人間とほぼ 90% 水分なんだっけ。深い意味はございません、ごめんなさいね。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。レバリズム。なんて、レバリズム。なんでちゃんと言わねえんだよ。難しいな発音が、うん、はい、ということで今回こちらでございます。進路。はい、皆さんこんばんは、夏目さんちのっけんです。マッハさんのタスマニアデビルと言われた女さやです。クラッシュバンディ君に張り合ってんじゃねえか。シュシュッとね。シュシュッと参上。世代出るなその戦隊もの。ということで今回ですね、はい、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、タブラカセいざ突破極上。ここ飛び越えるな。いや、そうそうそう、でも完全にゴブリンのように、さもゴブリンのようにが来るのかと思ったら、ちょ、何言ってるのか分かんないな。メーカー書いたんだよ。ということで今回ですね、こちらでございます。しりとりー。
いやー、しりとりみんな大好きでしょう。ね。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。なめたけクエストの主人公、さやです。何の新作なんですか。スクエアナメックスから出ています。エニックスじゃねえんだ。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるんでしょうか。せーの、人体模型栃木限定。人体模型別に売りにしてないでしょ、栃木県民は。えこい、お前ムキムキだから絶対 48% もないよ。ということで今回ですね、はい、ミュージックということです。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。原材料に 7% メレンゲが含まれているさやです。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、ぷくぷくでべそ、やさらかとてクジラにしかしなれどベーコンとほほ。いつぞやの課長なんか海に来てんじゃん。壮大なストーリーがある。サヤジオグラフィックなんだ。そうそう、これは焼き鮭の群れで湯豆腐の中で安らぐハムたち。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。ドドドドドン、文房具。はい、どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。ペンギンディストピアの階層 C の住人、さやです。ペンギンディストピアの階層 C の住人にいるんだ。はい、赤ちゃんペンギンになりたい。今回全身の実写なので気合が入っております。やめろよ。わけわかんない動きしないで、みんな困惑してんでしょ、画面の前のみんな。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。2年2組のペリカン係、さやです。真の2年2組なの私。本当だもん。リアルに丸々小学校2年2組みたいな。2年2組卒だし。だ2年2組卒っておかしいだよ。なんで2年。信じてくれよ。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、ペリペリさせてんじゃねえ。あ、伏線。何か。ペリカン係の。いや別にこれは思いつきの決め台詞だけど、使っていいよ。でどの場で使えばいいんだよこのセリフ。200円ぐらいでいいよ。サブスク高えな。ということで今回ですね、こちらでございます。決め鬼滅の刃。もう日本全国みんな好き。ね、どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。イカタコサスペンダーパパラッチのさやです。イカタコパパラッチです。イタカオ、イタカコ、うん？イタ、イタ。テレレ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 レ。ということで今回の企画こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、ドン。新調したばっかりのマスキングテープです。まさかマスキングテープ言われるとみんな思わなかったね。可愛いでしょ。びっくりしたわ。これ100均で買ったやつね。かわいい。みんな可愛いのは知ってるけど。いやもう、ね、今回突っ込むとこないもんね、はい、嘘だろ、全部あれだろ。逆に今回突っ込むとこないんだったらいつもないわ。ということで今回ですね、こちらでございます。ドドドン、ソン。日本ではですね、いやまあ日本じゃなくても、はい、まあ、楽曲音楽っていうものはね、世界を超えて。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。立つ先の信号を右に曲がった突き当たりにいるさやです。がアイピョンだよ。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。息のいいセミが髪の毛に絡まったことあるさやです。皆さん背筋が凍ったでしょ。さやもね、思い出すだけで凍るんですよこれ。どんな挨拶だそれ。ということで今回ですね、はい、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、領収書。なんで領収書って、何ふわふわしてんのこれ。何これは悲しい物語なんです。あ、そうなんだ。そうそう、囚われの身になってしまったコントローラーを助けに行くリーゼント部分っていう熱い物語をちょっとね、一枚絵にさせていただきました。全然わかんねえよ。かまぼこがたわわに実る時期です。かまぼこクワッカワラビになりたがってるぞこいつ。ということで今回ですね、こちらでございます。はい、なんて書いてあるでしょうか。ガチャです。ガチャといえばまあ、ね、いろんなものがランダムで出てくるというものでございます。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。虚無につまずく女は私。どうも竹岡です。誰だよ竹岡って。竹岡式ラーメンの化身です。熱々でどうぞ。ツッコミどころしか用意されない言葉やめてください。ということで今回ですね、はい、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。かぶっちゃった。下手くそか、初めてか。夏目さんちは初めてか。なんて書いてあるでしょうか。
せーの。そう、それは君のためのヨーグルト乳酸菌。言ってることはすごい、なんかヨーグルトのプロモーションなんだけど、何でおかしくもない文章だよこれは。オーサンショウウオが言ってんのがおかしいんだよ。オーシャンショウウショ夏目さんちは初めてです。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。カジキマグロ幼稚園の柵でおなじみさやです。カジキマグロ幼稚園があって、園児たちが安全に毎日を暮らせるように、うんうんうん、園内を守っている柵ですね。なんか見守るにしても地味なところにいるなお前微笑んでいたいですねということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、あなたは米騒動タイプです。じゃあ何があるんですか他に一向一揆タイプとかもあるってこと。くそ先に言われたってことはもうネタ切れですだからもういいんだよ終わらせなくてということで今回ですねこちらでございます、はい、どどん時期直内どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけです。着衣イソギン着と膠着状態にあるさやです。何があったんですか、着衣イソギン着と。この状況を打破するため着々と準備を進めている次第です。イソギン着だけに着々。はい、ということで今回ですねこちらでございます。ででんででん、ティラノユリサイルスイカ。え、ティラノサウルス。かわいい、ちっちゃいね。でかいでしょこいつは。これはティラノユリサウルスイカ。いや、ティラノサウルスよ、でかいやつよこの巨体をどう支えてんの、この足が。角のごぼうで刺してくる怖いよはい、ということで今回ですねこちらでございます。ラスボス。はい、ラスボスでございます。ラスボスっていうのはもうラストボス、もうそのままですね。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。おひたせ、ほうれん草の森からやってまいりました、さやです。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか？せーの、血液サラサラトロットロ。どっちなんだよ、サラサラなのかトロットロなのかどっちなんだ。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。クロッキー。はい、ということで皆さんクロッキーという言葉ご存知でしょうか。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。ちょんまげマジョリティ推進派さやです。ということで今回ですねこちらでございます、はい、なんて書いてあるでしょうか。せーの、日高昆布よりよりということは寄ってるだけであって、うん、日高昆布ではないではない、はい、この首はそこんとこ気にしてほしい。気にしてるんだやっぱり、うん、ということで今回ですねこちらでございます。ガチャキャラ書き方悪すぎて全然どういう意味かわかんないと思うんだけど、はい、ということでたくさんありましたね。あったね、多かった。43個あったらしいですよこれ。うそー、43個。無尽蔵じゃん私ってば。うん、もうとんでもない経歴がついちゃいましたね。そうですね、はい、ということで、さや、うん、さんはこれからもゴブリンはすでに卒業した2年2組のペリカン係、チャーハンの2個上の先輩でありますゆえに他人のかさぶたを狙い撃ち、コロンビアでナメカアドランティスを創設し、あなたの抱きカマンベールになることに成功した結果、飛び込み前転でオゾン層を突き抜け、東海道中で膝繰りげステップで舞い踊り、上下右右 AB でスアマを投げ、開くドアより先に進むことが可能になった私の体は、全容量 25g 小粒タイプで、原材料に 7% メレンゲが含まれているため、カボチャ出汁と親和性が高く、首都パイナップル忍者ってなり、カルメ焼きのレベリングは一通り終えることで、相撲界のフィボナッチスルーツ呼ばれましたが、田んぼででんぐり返しはしたことないし、虚無につまずき、東京おみこしコレクションは未登壇なので、あしらたまあずきの海のあなたは赤の谷。どうも私はお水です。水なんか結局もはやわけわかんねえ人だなって思いながら聞いてたら、水なんかお前最後母なる海に帰ります壮大だな